おはようございます。今日はこの NF16 の、GX っていうのをちょっと紹介しようと思います。普通 NF16 っていうのはこういう感じの波継ぎの竿なんですが、これはもうあれですね、見ての通り、振り出しです。 NF16 で振り出しっていうのは私初めて見ました。だいたい NF10 とか11とか12、13、その辺が振り出しなんですが、16の振り出しっていうのは初めてです。ただまあ GX って書いてるので、この後に、羽ばたきになるんじゃないかと、まあ、その辺詳しい方はまあ教えてください。で、なんといってもこれ多分未使用なんですよね。このカメラで映るか、この一つのサビのなさ、もうピカピカです、このガイドが。こっちのこの16も、これも15年前ぐらいに私手に入れて、まあ未使用で手に入れて、私まだ一度も使ったことないんで、これもまだ未使用です。たまに使ってんのは NF17 の方ですね。この NF16 っていうのは17より一回り大きい口白用です。まあほぼほとんど傷のない、まあちょっと汚れが、これも拭けば落ちると思います。んで、ここのガイドじゃないですね、リールシート部分ももうカメラで映るかあれなんですが、もうピカピカです。で、まあここはやっぱこの竿も多分金属ガイドなんで40年50年もんなので、さすがにこういうと傷はついてますが、使った跡はないですね。これも全然まだ使ってないので綺麗です。これはもう、これは数百円で手に入れました。こっちも数百円です。グラスは今はもうものすごい安いので、ですね、まあこれはもうはっきり言ってめちゃくちゃ重い竿なので、まあ使うかどうかは分かんないですが、ちょっと飾ってるだけではちょっともったいないので、一度ぐらいは使おうかちょっと悩んでますね。というわけで、私の持ってる NF16 なんでした。あ、ちなみにこっちは 5.8m で 5.8、 これは多分5.45なんですかね、5 5
5m45 って書いてあるので、4っていうのは4本継ぎですね。ほんと一度ちょっと誰かに見てほしいぐらいピカピカの、ガイドです。というわけでした。